はい、ではよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、えー。今回はですね、これまでやっている HMO での第5回目になるんですけれども、はい、ブラスサウンドというのをお伝えし始めてますよね。はい。でそれとは別枠というわけではないんですけれども、はい。ちょっとスペシャル編をお送りしようというふうに思っております。スペシャル編ですか？はい。おお、なんか楽しみですね、うん。ここに書いてある通り。 はい、歌の才能がすぐに分かるんですすよ歌の才能がすぐに分かる、はい、ある動作をしてもらうと、はい、一瞬で歌の才能があるかどうかが分かる、はい、うまい人の声の出し方歌い方っていうのもすぐに分かるという方法ですね。はいというのをお送りしていきたいんですよおんか思わずこう <laughs> あのせっちゃんみたいに「ほうほうほうそうなんだ」みたいな <laughs>。 もうサクサクいっちゃいましょはい、もう出し惜しみするつもりもありません。その内容というのは前屈です。前屈ですか？はい、前屈をしながら声を出す。歌う。これでわかるんですよ。へ、はあ、えわ、ー、かる。それでわかるんですか。はい、ええー、でね。この前屈っていうのはあの、はい、あなたにはね。今日の収録のことがあるから、事前にこうメールをして前屈をしながら。はい 声を出してあるいは歌ったりしてみてくださいってことでメールをしましたよねはいでその時いただいた質問で前屈は立ったままでも座ったままでもどちらでも構いませんはいどちらでも OK ですはいでこの時のポイントですはいまず立ったままでも座ったままでもとにかく前屈すればいいだけなんですよ前屈すればいいだけはいただその時に形をやって入っても固まってしまうんじゃなくてはい 足の指先に触るようにこうふーっと細かいことを言えば立ちの時には膝をしっかり伸ばしましょうとか、はい、座りの時には足を開く開脚の角度は90度以上が望ましいとかあー、はい、足の指が外側にこうベローンと広がるんじゃなくて足の指が内側を向くようにとか。 あとこう座った状態の前屈だと腰がこう丸々寝るっていうんですけど腰が寝ないようにとかいろいろポイントはあるのはあるんですけどまあとりあえずそんなことどうでもいいから普通に立ったままでも座ったままでもいいから前屈ををしながら声を出す歌うこれであるることが分かるんでですよでねこの時に前屈,をしたその前屈のポーズをしてただそのまま固まりやすいんですよ本当に。 はい、はい、もう前屈してますよ。っていう感じになっちゃうんで、あはい、声をあの息をこう。当然前屈の時に吐くと思うんですよ。うん。ただ、その時に<れ>はい、あの前屈をしようとか、の指先おそらく前に出そうっていう意識が強くって、はい、無呼吸でうーんとかっていう風になることあるじゃないですか。あ,あります。なんかこう？あの身体測定の時みたいに。はい こう立って、はい、あの前屈をしてあの指がどこまでいくかみたいなの測ったりとかってあったと思うんですよ。ああ,はい、ああいう時ってこう1センチでもいきたいからって息止めて「うん」っていうふうになりかねないんだけどそんちを意識しちゃうと本当に無呼吸になってしまって意味がないんで、はい、しっかりとこうと伸びる感じ。 はい、で首も肩も伸びる感じ、うん、で特に肩甲骨の間肩と肩の,あの骨の間が伸びるとより良いですよね。はい、で強く吐かない温、うん、かい呼吸はあ<ー>で緩む脱力感これがなかったら本当に意味がなくなってしまうので、はい。で,なんでこういうことが関係あるかっていうと、はい、これ大美人にお伝えした内容なんですけれど。 覚えてます。ねあなたは特にこの時にすごいこう変化があった。はい。ですよね、はい。激変でしたね。激変しましたよね。はい。で、椅子に座って肘掛けにこうもたれかかって、はい。全体上ここで支えて、体を浮かすという声の出し方。はい。で、この時に全体上腕だけで支えているんで、お腹とか腰には負担がかかっていないっていうのがポイントですよね。はい。 でその状態で極力下半身も使っていないこうまるで無重力のような、はい、肩腕には重みがかかるからそこだけはもう無重力とはあもしもしあっもしもし。 今なんかすごい栄光がゴンゴンゴンってかかる感じでしたあこっちもなんかすごいおかしくて復活はしたんですけどあ私もこちらも今復活はしてますじゃあこのままもうちょっと続けちゃいましょうかはい、はい、でこの状態のポイントとしてもあの時言いましたけど、はい、最初は肩に力が入っても OK 腕だけで体重支えるから危ないんで はい、だけども首には絶対負担かけないように首はゆるゆるだよっていうふうに言ったと思うんですよ。はい、首とかで,できれば肩もガチガチっていうんじゃなくって腕に体重は乗せるんだけれどもこうバランスがだんだん取れていくと力むんじゃなくって,なんていうの最初に自転車に乗り慣れない人が 自転車に乗ると最初は怖いからガチガチになるけど、はい、慣れてくればバランスが取れるようになってあとはこうスイスイいけるような感じで、はい、バランスの取り方が分かってきたらとにかく無駄な力ない方がいいっていうのと同じなんですけどね。うんはい、でこういう風にして、まあ、声を出す歌うっていった時にあなたは気持ちメンタルの面でもすごい解放されましたよね。 はい<だ>本当にそはい。だら何が違うかっていうと今まではこうガチガチでっていうふうでなかったとしても、はい、力を入れることで守ってしまえる、はい、でこの状態になると守るべきところななくなっちゃううわけでですすよそ力をてろんと抜いちゃう状態になるから、はい、そのまま声出すとか歌うってすごい怖いわけですよね最初はねはいすごく怖かったですなんか自分のすっぴんがそのまま出ちゃうんじゃないかなっていうそう,そうですねでしょ はい、でそれを出しちゃったら、うん、あこんなんでもいいんだっていうそうですねそれがあなたの場合すごい開放感になったわけですよね <laughs> もうね本当にそうでしたね気持ちが変わりましたよねそうですねもうメンタルの面で本当に変わりましたね,ね<ー>うん。体フィジカルの方のコントロールなんだけどメンタルがものすごく変わったわけですよね はい、でやっぱりこういうのって普段こう「あー」って声出すような人ほど、はい、この体を浮かせてしまうとどうううやっっててて声出ししいいかかわらなくなくまううん、うん、そうですね今までだったら肩や首腰なんかが「うん」ってやって声出してたからそこがてろんとなると「えーどうやって声出していいの?」っていう,の <laughs> うん声の出し方を忘れました。だよね。はい、そういうふうになっちゃいますよね。それの延長で こう自分がヘローンとしてるから、はい、このまま声を出しちゃっていいのかなっていうぐらいの怖さみたいなのもつくじゃないですかあ本当にそうですそういうふうにこう方向を変えることで、うん、今までの自分の声の出し方っていう方向が変わると気持ちもものすごく変わるののの鳴き声ってのはものすごく響く響これはもう多くの人は知ってると思うんですけど、はい、力んでるんじゃなくて響かせてるからですよね。うん うんそんですね力ではないですね、うん、赤ん坊特に生まれたばっかりなので筋肉になってないわけだからはいホヤホヤいふふににゃゃゃのほややじなですかそうですねだけどもビーってなるじゃないですか <laughs> 本当にどこからそんな声出るんだろうって思いますよねちっちゃい体なのに<う>でも全身を響かせるってことはやっぱ声がそれだけ大きく響く、はい、筋肉じゃないんですよ、はい うんそうですね響かせるという状態ですよね、はい、から筋肉力で力んでガジガジんで,であ今日も歌ったみたいなそういうのではない看板、はい、の声が響き渡るようなそういう声の方向っていう風にこちらでなったわけですよね、はい、でこの時に普段頑張って歌うような人力んでこう出したい人うん無理したがる人ほど はい。自分に負担をかけているという発生なんだよっていうふうにお伝えしたじゃないですか。はい。お腹とか腰が完全にヘローンって浮いている状態。うん。無重力状態って開放感。ああいう声の出し方で本当に変わったじゃないですか。そうですね。あれと同じようなものなんですよ。この前屈が。あそうなんですか。うん。うんって詰めるんじゃなくて。はい。伸びる。 はああいい確かにこう何も力入っていなくて自然ですよねでも歌が大好きみたいな特に自己流の人っていうのは「あ」っつって自分で「ああ歌ったか」みたいな達成感も感じちゃう、はい、こういう丸ついてるところガリガリなぐらいに力入れちゃうんですよ 言ってる意味、なんとなく伝わりますかね。はい。だから、うんって詰めるんではなくって、ヘロ、うん、ーンっていう風になっていく。これ、前屈の感じでもうだいぶわかると思うんですよね。はい。ただ、やっぱりその、さっきのたった一秒で激変なの椅子のやつもそうですけど、はい。もう前屈をしながら立ったまま、座ったまま、どちらでもいいんで、ただやってみればいいんですよ。はい。で、その時に。 ヘローンとして、でも、なんか歌ってなるったら、すごい歌いにくいな、やりにくいなって感じたら。はい。その声の出し方は間違ってるってことなんですね。うん。わかりやすいですね。力、うん、ませているのか。はい、うん。自然にペローンと出しているのか。方向全く逆ですけど。はい。多くの人っての、ね、は、やっぱり力んで歌うんですよ。うん、そうですね。その場合は間違ってるんですね。 はい。で、ずっと出てるんですけど、このただし危険っていう。ああ、そうですね。文字がずっと出てたんですよ、最初から。はい。で、この声の出し方ね、もう歌の才能がわかる、あるかないか。ね、はい、はっきり言ってしまえば。はい。前屈しながら、はい、歌って、はい、ああ、みたいに舌がる人は。はい。才能ないんです。ああ、はい。曲ってもらえますかね。もう完全に力んでますもんね。そうなんですよ。 うん、自分の、まあ、いわゆる自己流のやり方で「歌が大好き!」って言ってる人は前屈しながらって非常にやりにくいと思いますはい前屈伸ばしたいのに歌っていたら自動的に戻っちゃうみたいなね <laughs> ああ<ー>わかりますかな言ってるイメージなんとなくイメージはいわかりますでこれが前屈しながらでいいからやればあ楽だなこれ俺もいい方の歌ですからはい ね、そうじゃないっていう方は歌の才能が残念ながらないんですね。ねこの声の出し方で正しいその理由とできるようになるポイントっていうのをこれからお伝えしていきたいんですよ。はい、なぜやりにくいのかそして前屈をしながら歌うこの大事な理由っていうのもお伝えしていきたいんですが、はい、また10分超えているので一旦限らせてもらいます。あありりががととううごござざいいままししたた